フェリー白川は、新日本海フェリーが運航していたフェリー。鶴ヶ港から新潟西港、秋田港を経由して、苫小牧東港の航路に就航していた。ニューハマナス、ニューシラユリの大船として、1994年に建造され、フェリーアザレアと共に、新潟をたる航路に就航した。就航時は、トン数、最大幅ともに、日本最大であった。 2002年楽区、野良イラック、ユーカリの就航により改造を受け、鶴が新潟北苫小牧の機候便へ廃線されていたが、2017年6月27日、苫小牧発新潟駅の便を持って引退した。選出公室1999年1月29日5時6分、新潟港へ入港する際、品野川河口砂岩から伸びる西防波堤へ衝突した。白川は、 信濃川河口部にある新潟港西区へ入港するため、西防波堤の東側を平行する洋北方から航行していたが、平素の進度へ乗せるため右転して西防波堤に接近した。その際に繊維の確認が不十分であったため、西防波堤に行使して衝突の恐れのある状態となった。衝突直前に機関停止、全速力更新が発令されたものの、 速力7ノット80度の角度で選手から西防波堤に衝突した。衝突により防波堤が損壊。白樺は選手部外犯に波高を伴う損傷を受けたが自力で離停した。事故当時、新潟港の天候は雪で風力後の北風が吹き、指定は1500メートルだった。事故原因は船長の船員の確認が不十分であったこと、レーダー監視に当たっていた。 航海氏が適切な船長補佐を行わなかったこととされた。2008年12月6日7時45分頃、秋田港で、雪岸作業中だったフェリー白樺とタグボート海昌丸が衝突した。海昌丸は、フェリー白樺の左舷選手のタグラインを取って、操船を補助していたが、左舷側からの強風により圧流され、白樺の左舷と海昌丸の右舷が衝突した。 衝突により、白樺は、左限外犯の塗装が剥離した。事故当時、秋田港の天候は雨で、風力7、15メートル毎秒の西南西の風が吹いていた。事故原因は、強風下において、海上丸の操船が不適切であったとされた。ありがとうございます。